まあそう言ってもらえるとありが、じゃあ必要なことは大体分かったし、おいとまするね。早く音楽室で練習しなきゃ。じゃあねー。はあ、ひなちゃん、あの子の気持ち本当に理解できたの？裏表はないと思う。多分。今日は疲れたな。白井さんは、ふみお、どうしたの？昨日のお礼を改めて言おうと。あの時はありがとう。へえ、わざわざお礼を言いに来てくれたんだ。律儀なところあるんだ。おばあ様に言われたから。いいお友達を持ったわねって。あと今回は無理して倒れちゃったから反省するようにとも。え、倒れたの？一昨日の放課後、デスマーチの感覚が欲しいと思って徹夜でピア。本当に実践したんだ。そうしたら倒れて保健室に運ばれたの。じゃあその時にピアノを弾いた夢を見たんだ。余裕がなかったから深く考えることなく保健室のピアノで弾けたって舞い上がっちゃった。少し考えればありえない話なのにね。でももう大丈夫だよね。もちろん。で、ここからが本題なんだけど。本題？実は白井さんに協力してもらいたいことがあるの。私、ピアノのことなんてわからないよ。うん、知ってる。別にそういうのは期待してないから。じゃあ何をすればいいの？白井さん、昨日言ったよね。聞いた人がどう感じるかが大事って。そうだね。だから私の演奏を聞いてどう感じたか、その都度教えてほしいの。白井さんにアドバイスもらえるなら、私自信を持って演奏を修正していけるから。あのでも。うん、じゃあ決まりね。早速今から演奏するから聞きに来て。いや、ちょっと私の都合は。善は急げって言うじゃない。発表会までの時間は限られてるんだから。さあ、イッツショータイム。
Thank you.